皆様、ごきげんよう、チューリップリンセスです。え今日も私の美食女ご飯の紹介を始めたいと思います。じゃーん、今日はこんな感じで、えっと、鶏の水炊きにしてみました。昨日、あの、白菜の美味しいクリームシチュー私、すごいたくさんいただいちゃったんですね。美味しくて、なんかほとんど私が食べちゃったんじゃないかっていうぐらいたくさん食べてしまったので、 ちょっとね、やっぱりあの、乳脂肪のある普通のあの、無添加といえども、ルーで作って、ちょっとグルテンフリーではなかったので、あの、今回、その、あの、グルテンフリーじゃなかった分ですね、そちらをちょっとこう、あの、美味しくいただいたけれども、リセットしたいなっていう思いもありまして、ちょっと体を今度はスッキリさせたいっていうのがありまして、え、鶏の水炊きにしてあっさりで攻めてみました。 これであのまたちょうどこの乳脂肪だったり小麦だったりあの、ね、他のいろんなルーに含まれてる牛脂だったりとかそういうのがちょっとリセットされるかなっていうふうに思いますえっ、ー、と具材としては、えー、人参まほろばの鶏ささみ第一宅配ですあと絹豆腐えっ、ー、と生椎茸、えー、そして白菜 ごめんなさい白菜のの代わりにこちらのキャベツですなんかね、あの、キャベツなんですって、なんか博多の水炊きって。なんかこれは、あの、かみどっていうところの,あのスープなんですね。アマゾンで、博多神鳥ど、えー、水炊きとかで調べてもらったら出てくると思うんですけれども、そのパウチ状になったもうスープが売ってるんですね。 それを Amazon で買って、あの、それがあと一袋あったので、それを元にして作りました。で、裏に、あの、具材が書いてあるので、だいたいそれに忠実な感じで入れました。水菜、人参、えー、本当はなんか絵の木って書いてあったけど、生しいたけ、あと私はちょっと桃がダメなので、鶏ささみ。で、絹豆腐、キャベツ、水菜っていう感じでしたね。ちょっと何回も言ってたらごめんなさいね。そんな感じの具材が入っています。 で、それで煮立たせまして、こちらが、えっと、左の下が、あ、これお写真、パッケージで撮りたかったけど忘れちゃったんですけれども、あの、むちゃちゃってご存知ですかむちゃちゃの、あの、ちりめん山椒なんですけれども、母が、あの、むちゃちゃとか、ちりめん山椒とかが好きで、あと、京都っぽいものとかが結構好きで,で、これを第一宅配で売ってたので、買って、ちょっとご飯に乗せています。 そして真ん中のが、あのー、これ多分オイシックスのフルーツ、フルーツカブ。なんだったかなあの違ったかな生サラダカブ。なんか結構の生用のカブだと思うんですけども、そちらを使った浅漬けですね。浅漬けの元につけた、無添加の浅漬けの元につけた、えカ、ー、ブの浅漬け。これラストですね。昨日作った分です。 であの、ゆずポン酢に関しては右側がこの紙みどりの,あの,その,そのパウチのと一緒にこう一緒にどうですかって出てきて買ったかみどりのこの専用のポン酢ですねちょうどこれに合わせて食べるといいっていうポン酢なので今回なんかこれで頂い,いてみたらやっぱり相性が良くて美味しかったですねでいつも私が好きなののの。はこの左の えー、盛りた醤油の柚子ポン酢これは一番本当は好きなんですけれども今回はまあせっかくなのであのセットになったこちらの右側の博多のそのかみのこの水炊き用のポン酢にしてみましたなんかちょうどやっぱりなんか相性が良くて結構美味しかったですねこれで普通の時はやっぱり私左側の,あの柚子ポン酢の方が断然美味しいって思うんですけども今日のなんか この水炊きにはなんか結構合ってた気がしますはいこんな感じですねこれですね浅漬け <laughs> 浅漬け美味しいちょっと今梅干し切らしちゃってるのでね頑張って浅漬けにしてるんですでも浅漬けのもとももうなくなっちゃったからねどうしようかしらあでもなんか胆振りがっことかが来てました <laughs> なのでちょっとその胆振りがっことか今度食べようと思います やっぱおつ物ものあると落ち着きますね。ね、これ、チリメン山椒母が好きでね。なんか、もうすぐ、こういうの、京都店とかでも買っちゃうんですね。美味しいですね。ちょっとあると。これですね。はい、あ、これは美粛女スイーツです。70%カカオ、第一です。ありがとうございました。